はもともと東京で設計屋さん、設計事務所で働いてたんですけど、古民家再生術っていう本に親方が、うちの親方が載ってて、それを見てやりたいなと思って、昔からこう古いものに興味あって宮大工とか、親方が大内塾の出身なんで、で大内のその再生だったりとか、まあ普通のところもやるんですけど、新築もやるし、そういった部分で行きたいなと思って親方に電話をして受け入れてもらって、でもうすぐ9年目ですから、こっちに来て、はい、親方がかっこよかったからですただそれだけですね。タバコくわえながら一服してる姿が写真載っててかっこいいなと思って、ただそれだけですね大工になろうと思ってきて、去年震災があって若松にも建てたんですけど、その昔の高校っていうか板倉作りっていうんですけど、全部柱を立ててこう木を落としてっていう、全部木を使った仮設住宅を建てに行けたっていうのは、まあ大工としてもこっちに来たからこそそういうことができたっていうのは自分的には嬉しいですね。最初の頃は放射能とかの状態が分からなかったので心配してくれる人はいたんですけど、まあ、自分で測ってみたりとかして別に問題ないっていうのが分かったので安心して暮らしてます。言葉ですかねやっぱり専門的な言葉も使うんで、仕事から聞き取りづらいっていうのはありましたけど、それ以外は特にはなかったです。親方の家もすぐ近くなんですけど、そこで近くにやっぱ住んで面倒、親方がやっぱり面倒を見る形になるんで、結構家に食べご飯食べにおいでとか飲みにおいでとか言って、結構ずうずうしく行っちゃう方なんでそれで結構和めました。結婚式やった後、老人会の人たちがこれ作ってくる。好きなことをやればいいって言うんですけど悔いがないように、ただそれだけです何か何でも何でしょう、楽しめばいいかなと思います。今はやってないんですけど畑とか借りてるんで、そういうのちょっともうちょっとやりたいなと思います。仕事の話になっちゃうんですけどやっぱりこう民家を少しでも多く残していきたいっていうのはありますね。親方と一緒に一つでも